はい、どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。信長の野望 PK、 今回から新しく始めていきたいと思います。前回は、斎藤道三マムシの天下取り編をやりましたが、今回ね、どの地方からスタートしようかなっていう風に考えてて、まずはシナリオ選択ですね。前回このね、一番早い鉄砲伝来のシナリオを選びましたが、今回はですね、若干時間進めまして、終わり統一いきますかね。まあこういう感じですね。で、今回使う大名系なんですけども、こちら大内系、この戦国の世で選んでいこうかなと思います。もうすでに大内義隆はいなくなっておりますね。ただ大内義長は魅力的な武将ではないので、大名変更で使いたい武将はこちら、末春方編やっていきます。網の目が如く、はい、策を張り巡らす、イケメン、めちゃくちゃイケメン使っていきましょう。我が破壊ごとが末春方、男性に通ずるかな、使ったことないんですよね。あとなんか、まあ、大名としてはもちろんないんですけども、配下にね、末春方が入ることがあんまないんですよね、今まで。なのでちょっと楽しみにしております。あ、ちなみに末家、大内家か、大内家の、じゃあ武将を見ていきましょうか。大名末春方、統率85、武勇85、知略79、強い。ただ戦法が激励なのがちょっと弱いかな。自部隊の攻撃上昇、結構汎用的な戦法ですね。固有じゃないんやな。ただ特性の馬術いいっすね。傭兵も割と強いんちゃうかな。で、広中、統率72、武勇67、まあまあ、内藤が77の57の69、まあまあ。で、67、62、61、天野さん77の62、まあ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 な武将が4人ぐらいいますね。まあなんとかなるかな。で、外交状況ですがちょっと待って、親善で見ていこうか。キーが従属で、大友が2年間同盟、
秋月は大友に心中か。須江春方が馬術持ってるということで、龍造寺家の武将と相性良さそうですね。結構馬術持ってる武将が多い。でもっぱら毛利が立ちはだかってくるでしょうね。中国地方が今三分割されてますね。末家になるのか毛利か尼子かっていう感じですが、さすがに尼子は毛利に攻められる、近い未来がね見えてるんじゃないかなと思います。うん、城は5つか。毛利が6つ、尼子が5つ。うん、結構速攻で攻めた方がいいかもですね。かたじけなし。速攻攻めても大丈夫でしょうかね。速攻攻めるとか許されるかな。あんまりねほったらかしてると尼子がマジでやられそうなんですよね。うん、これでチュートリアルを終わらしましょう。設定でチュートリアルを消して、あ、一旦セーブしとくか。一旦セーブ。2,3,4,5,6,7 1万ぐらい、1万か。5,6,7,8,8,000、国衆入れたら1万ぐらいいく。これも速攻行きましょうかね。これはよし。うん、国衆がね2部隊あるから、そうやな、行きましょう。国氏敵かは、うん、今少しよろしいか。お、ええー、よー。あ、そっか、ちょっと待って、うん、誰か、内藤、あ、この人か。病気なってもったね。ちょっと大友には、始めようぞと神前投げとかないとね。さあ行きましょう。城を奪いに行くぞ。おー、集まってきたね。こちらに直ちに制します。あ、これ宙発動できるんちゃう。あ、やべ、合戦。ちょっと待って。
進め皆の者。合戦を起こせない。そっち側行っちゃうんか。ん、うん、掌握。婦人を始める。ああ、合戦を起こせない。ちょっと後ろに下がってもらおう。下から回らな。かんかな。城攻めですか。心せねば。動くぞ。続け。二手に分けたあかんかったかも。必ず野生します。いざ進まん。ちょっと細かい指示を出してですね。城を我らのものとせん。去るしかあるまい。マジで国衆がしばかれちゃったな。城攻めはよく策か。あ、この舞台動いてない。あかんあかんかん。あの城をいただきに行こうか。ちょっとのっけからあんまり良くない。野戦となる。陣を構えよ。合戦9部隊対6部隊行きましょう。これ勝てれば初手大成功になるんですが、敵はなんせ毛利元就。なんかこの拠点を、敵が取った拠点を取り返した時かな、なんか全部隊混乱してしまうんですよね。元就が大名をやったら、それがめっちゃ強い。一応やってみましょう。小早川はありがたいことに小さい舞台ですね。で1200、1200、1000、うん、割と大きい舞台がないチャンスで、軒口が2個あるのもチャンスですね。うーん、吉川たちが飛んできた時に変えてもらう舞台、変えてもらう舞台として、動くべき時は今ぞ。お察しの願いに目を共に近づけば挟めるかな。挟む動きですね。お察しの願いに次なる手はいいか。すべはるからは狙いになろうか。よしやっていきましょう。戦力はほぼ互角。やっべ、元谷も前でできるやん。うん、嫌やな。元谷に2000突っ込んでくれたら最後。あら、この中央の拠点が取れる。しぐさお察しさ願います。やべ、動いてくれへん。ん、目を止まる。おしょぼちょうだいすん。なぜ動いてくれへん。あいつめ。さあ、思った通り突っ込んでましたね。さあ、ここでここで向かうか。去年取られたところを繰り返したらダメですね。いや、こいつの動きがこうくるかな。来るよな、ここにしか来ないな。先の仕掛けのこと。とりあえず乗ってる口を狙いに行こう。敵の戦況が固まってきた。今ここ狙いとこめれば、この地を使うわけです。行きましょう。お、この子も攻めた。ならば敵の軒口を叩きに行く。敵の軒口狙いに行こうか。狙いました。これはいかん。すぐに収めれば。あ、やばい、やってもだ。ここここさっきまで言ってたやつ、毛利家の拠点取ってもだ。
やばい、やっば、ガチでやばい。これはガチですね。やばすぎるで。あ、なんだ。なんだか。ちょっと防衛。攻撃、見られた、見られた。うわ。まずい。まずい。混乱してる。混乱だよ。あ、もうこの人の動き次第。動き次第で。勝ち負けは決まりそうですね。きつ。入ってくれ。入ってくれ。投げてくれ。ここは、もちろん。うわ、混乱長いな。あー、間に合うか。間に合いそう。耐えれば、耐えれば、出る。投げてくれ、投げてくれ。ここも。よし、見えた。防衛始めた。いや、強いですね。あと500。耐えれるこれ。やっと半分ぐらい。まずいねー。やばい、耐えてくれ。半分切ったぞ。なんかなんか、いや、そろそろやばい、そろそろやばいぞ。はい、まずい。一気に流れますね、これ。具体で。いやー、急いでくれ。うわ、早っ、減るの早っ。やっぱり、やっぱり、どっちが先や、どっちが先に。やっぱり、よしよしよし、よし。なんとか。こちらに。二人で。敵の対応が見えねえ。うわ、もう落ちるやん。もう落ちるで。やっべやっべー。ノキ口の取り合いですね。取り合いでーす。お、やばっ。そんな、あ、シルム大弾、キッズ。これやばいっすわ。これやばいっすわ、初戦から。負けかねんぞ。これで、落ちるね。ね、そうだねー。混乱しちゃうねー。もう一度ノキ口に向かうんよねー。いや、これ負けるな。おそらく負ける。うわー、マジか。ここやね。モーリーの拠点を取ってしまったことでね、やられましたね。晩酌つきました。ちょっとやり直しましょう。はい。はい。では。合戦をやり直していきます。おっと、戦場が変わってもだな。うわ、これさっきの戦場の方が良かったな。お指図願えますか。いざ進まん。おげちゅ、行くぞ。足を動かせ。みんな要所を取るぞ。次なる手はいかに。春方の動きでなんとか続け、なんとかしましょうか。皆の者進むぞ。はは、え、進軍を始める。よし、行くぞ。敵は8部隊、うちが7部隊。毛利元就は2000いないんですね。高台は取れそうやな。どうかご命令を。要所を手に入れる。続け。おっと、敵部隊が左端から来てるな。おげちゅ、要所を手に入れん。ここで一人耐える。で、4部隊ぐらいを受け止める。ここで高影と元春をね、高台から
攻撃する。前へ出るぞ。手を感じにできればいいんやけどね。はい。一旦下がろうか。動くべき時は今ぞ。敵を叩くぞ。前衛後衛を入れ替えていく。さあ急いでくれ。高台を取れば結構有利になるはず。で気をつけないといけないのが敵の陣地を取ったらダメ。敵の陣地を取ったらダメ。策の仕掛けどころぞ。敵の軒口を叩きに行く。目を頼む。この人も軒口殴りに行けるかな。いざ敵の退路を閉ざさる。このレッスン頑張れ。はい。この人は、軒口の防衛に回ろう。高台を落とせ。頑張れ。急げ。よし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 。これで有利。だいぶ有利。なんならね、岩も落としたですね。装備に刻み込め。苦しき戦と思ったわ。弓矢攻撃やってるこれ。やってるか。うん、結構減ってるな。敵を決意してしまえ。今こそ狙い時だ。紳士木工にて計りごとをなす。危うきを遠ざけられる。わあ、よしみ急げ。よしみ急げ。我が先方の前には物の勝手はないわ。あの兄弟が強い。でも来ました。落石。落石いけるぞ。場を生かすが上策か。こんなにも有効な落石が。うわー、ナイスすぎる。そして混乱。これはナイスすぎる。でそろそろ進軍を始め。進め皆の者。交代させて、軒口防衛に一部隊戻っちゃったな。若造どもに戦というものを教えてやる。何？何ですと？何？弓矢の攻撃してて負けたん？うっそ。どうしよう。目を賜り。この360部隊、60人の部隊下げましょう。もう一丁落石来た。もう一丁落石来た。ラッキー。これやらば勝てましょう。これでうるら。どうや。ああ、もうボッコボコっすね。毛利兄弟これでかかりました。我が先方にて崩れるがいい。よしよし。二人とも回想ご指示。こうなったら敵に痛手を与えます。殴りに行こう。暗い我が先方、メイドの土産に持って行け。はい。国衆に任せすぎたらね。次はどのように交代で進軍じゃ。行くぞ。
そろそろこの戦法にて勝敗を決めてやりましょう。そろそろ農民を倒してくれ。これぞ百万一心皆の者、兵力回復か、いいの持ってるね。我が方が優勢。よし、これで軒口が殴れる。ここが使いどころ。我が戦法を見るがよい。よし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 。いやー、これは勝ちましたね。もらいましたね。あとは軒口待ち。ちょっと時間早めていこう。ここが使いどころ。わあ。吉見さん下げて。内藤さんが殴る。策の仕掛けどころぞ。敵に盾を与えます。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。かかりました。我が戦法にて崩れるがいい。ていうかこの次なる手はいかに。このあれやったら敵の退路が狙い目よ。どっか取ってもいいかな。要所を手に入れるぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。敵が退路を塞がん。あ、まずい。お指図皆の者、天野がまずい。蹴散らしてくれる。我が策なれ。お主らにこの先はないわ。若造どもに戦というものを教えてやるわい。優勢勝利になるんちゃうかな。どうでしょう。お気に入りは。よし、取れました。うん、いや、作戦がうまくいきましたね。あと落石2回、あれが熱い。いやー、毛利強いわ。さ、異風の宙が発生。城2個来い。来た。さようなことがありえぬ。よし、城が2個来た。これで毛利が4条。これはさすがに天子に攻め入れないですね。ただうち武将が少なすぎて、早く毛利をね吸収したい。はい、ちょっとね、いろいろ作戦とかも考えてやっていこうと思います。はい、本日はここまで。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。ムンスケでした。アリアスー。